はい、皆さんこんばんは、君の会より演説をさせていただきます。よろしくお願いします。ですね、もう弁士の方がいろんな詳しい話を喋ってくださったので、もう僕はシンプルなことを言います。政治とか世界情勢とかよくわかんない、そういう方にぜひ聞いていただきたいんです。シンプルに言いますと、アメリカにつくか中国につくかどっちかです。アメリカの味方をするか中国の味方をするかどっちかです。2つの選択肢があります。僕はアメリカと手を組んで中国をやっつけたいです。 5G がそろそろ開始されますが、巷では 5G にファーウェイを入れるのは危険だ、そういうアメリカのお達しがありました。ファーウェイの端末にはヤバいチップが組み込まれているよ、アメリカからそうお達しがありました。その通り、中国は技術を盗む、あなた方の情報を盗む、盗んで盗んで真似をして、今のお金持ち国家中国になってしまいました。所詮盗んだ技術あまり軸がないというか、お金だけ持っている表面的な国です。中国はウイグルやチベットの人たちをいじめています。人権侵害です。そんな国と共産党と共に世界を牛耳ることはできるでしょうか。いや、できません。あの人たちってルールや法律を守らないんですもの、技術をパクってしまうんです。ファーウェイの端末買わないでください。100歩譲ったとして、ファーウェイの端末にヤバいチップが入ってなかったとしても、中国には国家情報法という中国の企業に中国共産党が欲しい情報を開示しないと違法になりますよという法律を作りました。なので中国の企業、そんな企業の製品を買う必要はありません。安物買いの銭失い、そんなことわざがありますが、今の時代ですと安物買いの情報失いになりますね。もし自分の個人情報が中国なんかに取られたくなければ、中国のスマートフォン、パソコン、絶対に買わないでください。できれば国産のものを買ってください。もう一度言います。シンプルに考えて、アメリカの味方をするか、中国の味方をするかです。覚えておいてください。以上になります。ありがとうございました。